んんさあフットキャスとキュア大竹新志向有録毎週金曜日は慶応大学経済学部教授金子まさんの登場ですはいどうも、うん、こんにちはこんにちは、はいえー、今日はなんかおしゃれな感じですねシャツもなんかおしゃれ,、えー、これブランドものですね、うんうん 休みですよ、3年前に買ったのそうですか、そんなのとえないですけどね、先週ね、先生のゼミの子を集めた飲み会があってね、マサルの会っていうんだけどね、行ってきたのよ、すごい面白かった、あそう、先生、すっごい生徒さんに慕われて、結構な人数集まってたね、ほんでね、先生もちょっと酔っ払うとね、何回もフォーク落とすのよ、床に。回 ねえ、妖怪ごがそうですいですですなんかね、人よくて怒んなそうでね、なんか蹴っても大丈夫そうなところもあるよね、いや、怒るよ、怒るかな、蹴ったの怒るかね、女性とに蹴られても、なんかあんま、女子大生に来られて、あんまり怒んないじゃないですか、それは怒んない。 あのまあ、集団的自衛権の行使容人の閣議決定で波紋が広がっておりますけれども、木村颯太さんがこの番組に、あの7月15日にいらっしゃるんですが、うんあの、大竹さん気にしてらっしゃるのは、うん、そのこれ、ひょっとしたら憲法違反で、違憲訴訟とか起きるんじゃないかいあ実際に、ね、いうことなんです 松阪市の山中市長が、要するに集団的自衛権の閣議決定に関して意見確認を求める提訴、国を提訴するという方向で動くと、まだ分かんないですけど、僕はね、国会がもう機能不全じゃないですか、いやもう絶対多数で、チェックできないと、そうこの安倍首相の独断ですよね、これ。 つまり憲法,憲法の改正の手続きを取らず、うん、私的な懇談会、自分のお友達を集めて報告書を出させて、うん、与党の密室協議で閣議だけで決定して憲法の会社を変えちゃうっていうのが、うん、法律に携わってる人たち、うん、国の最高法規である憲法をそういう扱いをすることについて、うん、あの司法の世界がどういう判断をするか。 はい、だから僕はね、48都道府県、はい、47四47か、の都道府県全部にある、うん、あの地裁で、すべて訴訟を起こすくらいの形で全国的にこの憲法判断を、うん、憲法の,この改正に対する、事実、うんまあ、上のか解釈変更に関する意見の確認を求める訴訟を起こすくらいじゃないといけない、これ認めちゃうと、うん、本当に認めたことになってしまうと、うんうん あの要するに立憲主義、うん憲、憲法によって権力をチェックするとてのは逆になっちゃう、うん、だこれはもう国の民主主義の基本が壊れちゃうから、そうだよね、憲法で確認、うん、を求める提訴が、憲法って権力縛るものなん,だもん、ね、で、全国的にずっと係争中であるっていうことが、この判断を認めないということにつながっていくので、すごく大事なことだとだ4月1日だっけ、会見あったじゃない。そのうん 安倍さんのあれでさ、やっぱりさ、全然その国民の不安の声に応えてないし、だって、もうだって不安なことって分かってるじゃん、日本人が海外行って、人殺したり殺されたりすることに対してどう思うのかっていうことと、そ,<う>その抑止力っていうふうに言ってるけど、かえってその,その戦争を呼び込むんじゃないかっていうことと、あともう一個聞くとしたら、テロの,その危険性あるんじゃないかって、その3点なのにさ。アフガニスタン とか、ああいうところで NGO で医療活動やったり、うん、いろんな人たちがいますよね、うん、ああいう人たちが、要するに日本というのは平和な国だってイメージがあることによって、自分たちは守られていたと、しかし、その実際に戦争をするっていう国であることが分かれば、われわれに対する見方も変わってくるから、かえって危険が増すって言い方をしてましたよね。うん、あそれとと同じことは日本 国民全体に当てはまってくるということになるから、だけど、あの、かえって危機感がある安倍さんはさ、まあさ、会見でああいう話し方をすると思ってたんだけど、あの会見、すごくやっぱり短かったし、すごく大事なことなのに、その後の質疑応答でさ、その記者の質問に、記者もまたぬるかったんだけど、その質問の仕方が、で、一人だけ、北海道新聞が最初に手を挙げた若い記者がさ、日本の、日本人が、 血を流すってことについてどう思うかみたいなこと聞いたんだけど、全部は答えないのね、<う>あれって、うん、と答えなかった場合って、もう一回聞き直しちゃだの、ね、いや、だってさ、韓国は、まあ、集団的自衛権に近い形で、うん、ベトナム戦争にこあのコミットしちゃったわけだよね、うん、でたくさんの人が死んだり、うん、帰ってきてからも、すごい精神的にいろんな問題が起きたりっていうことで、たくさん問題が発生して、うん、後方支援だけに。 限るっていうふうにだんだんなってきてるんだけど、ドイツは後方支援と言いながら、参加しながら、もう死者が多数出てるわけですよ、戦地へ行けばね。そうそうそういう現実に事実があるわけだから、日本もそこへ足を入れた誰も今までと同じように、一人も死なないとか、うんうん、日本はその戦争に参加しないっていう、今まで通りじゃなくなるっていうことに実感を持ってないんだけど、うんうん、韓国やドイツの事例見れば分かるように、それはもう事実になるんだ。 ニュース番組すごいチェックしたわけ、うん、あの会見があったさ、そしたらさ、ニュース番組ってびっくりしたのが、その集団的自衛権のことについてっていうよりもあの、閣議決定されたっていうことにスポット当ててて、うん、閣まだ閣議決定だから、うん、これからいろいろうんっていうことなわけよ、うん、それってどう思う だってそんなもの法律はさ、閣議決定で決め,決決めて、多数決だからもう、ご利用しで通るわけじゃん。いやだからそうそうそう、その通り、その通り、全くそんで、すぐさ、本当はもうこれって、もっともっと話題にならなきゃいけないのに、もうそっちも大事だけど、拉致問題のことにななっっちゃゃたじゃないそうそうそう、どううだから、うん、だからそこのところもあの、もう一つ、閣議決定はしましたと。うん、でで今度国会で、うん、あの、うん 細かいことを一つずつこう、といのこととか、整備していくわけでしょしうで、ねで、でもまだそうなってはいないから、国会ではそうなってはいないから、あのここで閣議決定しただけじゃ、あの例えば、ま、じゃあ真ん中にね、はい、真ん中にね、うん、メディアが言うべきだった、うん、こういうひっくり返す手段がありますと。だから、うんうん まままだ決っっててせんのかるじゃないひっくり返し手段全然提示しないで、あとは法律見れば、閣議決定も通っちゃうような状況で、国会でも通っちゃうに決まってるじゃだって数が多数決でやったら、国会で通っちゃだから、だから、でも、俺は聞きかじりだけど、細かい法案になっていくと、公明党も含めてね、全部がその法律に。 こう賛成していくかどうかが微妙だっていう話が出てて、決まったわけじゃないんだっていう、だけど、枠で、これはだからメディアの認識の間違いで、閣議決定で基本を変えることができるっていうところで、渡ったところで、小さなところの手直しに論点を移そうとしてるわけで悪辣だだと思うだから きちんとこの閣議決定自体がもう無効だというところで、提訴をすると、全国津々浦々の裁判所で提訴すると、係争中であるという状態で宙ぶらりにしないと、まずは。血圧が上がってまいりました、すみません。 例えばじゃなくて、そのこの反対だっていうときはどうしたらいいのいや、だから例えばこういう提訴をしたりしたら、支援をしたり、署名をしたりということの小さいことから始まって、それで実際に集団的自衛権で取りうる手段ってあるわけじゃないですか、この裁判の手段もそうだし、一応ろみんなあの法律やなんかで、ツイッターでもなんでもいいんですけど、ソーシャルネットワークみたいなのを使って、こんな些細な論点じゃなくて、根本はこうなんだ、根本はこうなんだってメディアが嘘を流すというか、また刷り込みで、 でもこの条文の,のここを変えれば、なんか多少はましになるとかいう話を持っていこうとするのに対して、基本が間違いだろうって、みんなが言い続けることは大事だとでも、例えばそういうことでもなんか、今までも結構あの、例えば一票の格差でも、ずっと裁判争ってるけど、変わってないじゃんいや、うん、変わってないけどで、裁判はやってるんだけど、あれはこのまんまじゃない。いいいくつじゃなな、うん、ってないのよ あの選挙区そのものだから。うん、でもこれは国の基本的な枠組みを変えるから、うん、あらゆる地方の地方の地、まあ、じゃあ、ゃあ俺の言ってるのは、うん、十いくつでも裁判で争ってるのに、ねいい、ここは一票の格差で、うん、でもこう、大きく国会議員は当選してきてるわけじゃないいや,いや、もちろんそう。だけど、諦めちゃだめなのは、あれは選挙じゃない。選挙制度じゃない。これは法律の体系だから。 法治国家立憲主義とか。だからそれを司法会がどう判断するかは、 すごく決定的に重要だとつまり、自分たちの世界にとって、つまり。司法が今、ないがしろにされてる、だから法曹界の人たちは認めてませんというのを、僕は経済学者でちょっと残念だけど、そういうことを。経済学者で残念だ。残念、だって法律なんだもん、法律の世界のは反対しないいです金子さんがおっしゃってるのは、選挙制度は政治家に関わること、もちろん有権者にも関わるけれども、その法治国家の法体系自体を、その最近、 交高裁まで行ったときにどう判断するかっていうのを少なくとも小さいレベルでさ、うん、47のうち、うん、例えば24あの意見だって出ればさ、うん、少なくとも過半数は反対だったんだっていうことが分かるわけだ地方会の人が頑張ればいいと思うけど、今、どっちかっていうと、個人で新聞に反対意見書いたりしてるじゃん、うんうん、一番誰が立ち上がってまとまるのがそのありいくの いやそれはね、非常に難しいね、国会がこの状況じゃない、うん、だからみんなあのし、司法のところでこういうふうに、地方の首長さんが裁判所に訴えるっていうことをせざるを得ない、このねじれた状況、うんだそその。だから中心になる人が見えてこないんだよ、ねうん、そうそう、だけど、い昔の誰か、強力なリーダーがまた強力なリーダーをに対抗するっていう構図よりは、もう地方から、 たくさんの地方で、みんな反対していく、まさに無名であったり、地方の首長さんや地方の議員だったりとか、うん、あるいはそこにやる市民団体であるとかいう人たちがどん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 提訴をしていくっていう、新しいタイプのやっぱり抵抗が発生していかないと、これは承認したと同じことなんで、もう一つ、これ,これ、えっと別にあの、安全保障、うん、国連の,、うんうんの 問題が一つあるんだけども、ももこの安全、国連に前、あの小沢一郎さんが、うん、PKO には参加するんだと、うん、PKO に参加して、えー、そこに任せるんだと、で国連でやることに関しては、今の法律で、枠の中で十分だっていう、ういや、それはね、意見がある戦後の間もない頃の幻想だわ。うんうん だって、イラク戦争を含めて、国連安保理事会は機能してないもん、そういう認識をみんな共有しないとだめだよ、安保理がもう機能しないんだよ、ウクライナ問題だろうが、イラク問題だろうが、もう機能してない、機能してないものに何か。 あの決定を委ねるっていいいうことは難しいじゃないですか、うん、だから逆に言えば小沢一郎さんが言ってるのは、うんうん、やれば国連安保理では決まらないから、うん、<laughs> 何もできないってことにはなるのかもしれないけどでもそこに参加すれば、あのー、例えばアンタック、兵としては力になっちゃうわけじゃない、アイザナフですよね。あアイザはいから僕らは、うん、国独自に第二次大戦というものを経験してるわけで。うんうんうん 我々は敗戦国であると同時に侵略をしてしまったわけだから、うん、その反省に立って平和主義であるっていう、高らかに宣言すれば、国際的には我々の道義は認められると思いますけど。はい、今日は実は別のテーマでお話ししようと思って、そうなん,んですけど。別の、うん、テーマあったのあったの医療、医療界を本格推進。ありがとうございました。来週月曜日は経済アナリストの森永拓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。